引退試合クラッシャー。引退試合、それは長年チームに貢献し引退を表明した選手が引退するにあたって行われる試合のことで、これまで応援してもらったファンに向けて最後の優勝を見せる機会でもあります。そしてこれまで引退試合によって多くの涙、感動のシーンが生まれました。そんな数多くの引退試合の中で、決して手を抜くことなく球場全体を微妙な雰囲気にさせる引退試合クラッシャーと呼ばれた男がいました。その男の名は村田修一。そこで一つの疑問が生じました。村田は一体引退試合で何をしたのか。そこで今回の動画は村田が引退試合クラッシャーと呼ばれる理由についてお話ししたいと思います。野球中継を見るような感覚で画面に全集中お願いします。理由、引退試合ならチームは勝利、引退選手がピッチャーならバッターを抑える、バッターならヒットを放つのが理想だと言われています。しかし男村田は引退試合でも決して手を抜くことなく本気で勝負、ことごとくホームランを放ち、引退投手に対して完全に引導を渡すだけでなく、引退試合ムード一色の球場全体をまるで次元を歪めるかのような雰囲気にさせてきたのです。これまで村田が関わった引退試合の中で代表的な2試合を紹介します。1試合目、2007年、現広島監督笹岡の引退試合。この時村田は初のホームラン王がかかっていました。しかし引退する相手にはわざと三振をして優秀の美を飾らせるのが暗黙の了解、村田も承知していました。すると当時の横浜のコーチに、ホームラン王もかかってるし笹岡は真剣勝負をしたがってると伝えられ、バッターボックスに笹岡の投じた1球目がストレート、2球目にカーブを投げ緩急をつけてきたことに、男村田は笹岡が本気の勝負を望んでいることを確信。前日の新聞で笹岡が最後は直球と宣言していた記事を読んでいたため、ストレートに的を絞りフルスイング、見事ホームランを放ち、広島ファンから空気読め、何しよんねん、熱いヤジが飛び交いますが、初めてのホームラン王を獲得しました。その後笹岡からはこれで心置きなく引退できると感謝の言葉を述べられたとのことです。2試合目、2010年、現阪神監督矢野の引退試合。この年の阪神はシーズン終盤まで優勝争いをしていたので、矢野の出場は勝っていた場合の9回2アウトからという条件付きでした。そしてチームは9回まで2点のリード、マウンドには守護神藤川、球場の誰もが矢野の出場を確信していました。しかし藤川は2者連続フォアボールを出し、バッターは男村田。藤川の投じた高めのストレートを振り抜き逆転のスリーランを放ち、矢野が試合に出場することはなくなりました。この時に生まれたサンテレビ湯浅アナウンサーの実況はあまりにも有名です。当時の映像がこちら。うわ、行くな行くな、超えるな、悪夢のような現実がそこには待っていました。なお、この名言は後々タオルにもなったとのことです。実はこの時村田は三振するつもりだったらしいのです。ここら辺に振れば当たるだろうと思って軽く振ったところ、バットに当たってしまい、実況と同じく村田自身も行くな超えるなと心の中で叫んでいたとのこと。そして試合が終わった後のセレモニーでは、村田が矢野に花束を渡す時、球場全体が大ブーイングに包まれました。しかし矢野はこの出来事について、逆に今でもファンの方が覚えてくれている、普通に出るより出なかったことに僕自身もすごくいい思い出になっていると語っています。お化け、2016年、元同僚 DeNA 三浦大輔の引退試合の対戦相手がもしかすると巨人かもしれないというスポーツ新聞で報じられた時、ネット上では男村田緊急来日、元同僚相手に引退試合クラッシャーの本領発揮かなどと書き込まれ、プロ野球ファンをざわつかせました。しかし結局引退試合の相手はヤクルトでした。この通り村田は引退試合でも決して手を抜かず、空気の読めない男だと思われていますが、実はヤクルト鈴木健の引退試合では空気を読み、ファンに拍手喝采を浴びたこともあったんです。鈴木健の現役最後の打席、鈴木健が三塁側に打ち上げたファールフライをサードを守っていた村田はあえて取らずに鈴木健の打席を続けさせたのです。
その後鈴木健はセンター前ヒットを放ち有終の美を飾りました。その行動は今でもヤクルトファンから感謝されています。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。もしよろしければ引退試合は手を抜くべきか、あるいは本気で臨むべきか、皆さんの意見をコメント欄に書いていただけると嬉しいです。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。